手が濡れてるとなかなか行くか。よし、取り返しです。まだなんか張り切ってないな。もう入ったっぽい。あるか、大丈夫か、よし。15時ソードから下り開始。自転車らしに撮っとこう。やった。やった。よいしょ。はあ、これはサムネ写真使っても良さそうだな。こんなもんじゃろ。
あ、またペチペチいってる。グローブしてるから手探りじゃできないな。充電はちゃんとできて、あれいっぱいなってる。まあいいか。挟まった。これでよし。お疲れ様です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 。消去者よったよっと。おう、音でわかる。あ、なんか全然寒くないな、こりゃ。上の方があんだけ寒かったからかなり用心したのに大したことないな。よかった。日が出てていいな。人が写真撮ってると自分も撮りたくなる。この辺り雪でられたのかな。うわ、水が下から。
ついでに。角度下向いてないかな、大丈夫かな。あ、マイク抜けた。こうまあどうせ下って放送もしてないし、あんまり声入んないんですけどね。周りの音が入ればいいや。かなりゆっくり下ってるな、車。お疲れさんです。うわぁ、お子さんがいっぱいいる。あ、4時にってことかな。巻き上げないように。よし、あ、もう大体なんか雲の寒いエリア抜けたな。寒さによる眠気が弱ってこないし、いいな。写真撮りながら。あれ、なんか、あ、これか。ちょっと今カメラケースにカメラが引っかかって入れなかったんで、雨具の引き絞るコードの留め具のところが引っかかってた。出しそうになった。
おお、どの山だあれ。ここ写真撮らにゃ。おお、うわ、なんだあれ。スキー用具持って、あれで登ったのかな、小傾斜で。今みたいな下りのカーブとかロードの人はかなりきついんじゃないかな、指先の疲れが。おう、どうだっけ、ちょっと、あ、ギアが引いてってないな、あんまりだな。お、なんだあれ。なかなかに可愛くない鳴き声。あ、見えるとこ出てきて。お、出てきた。止めて止めて、よっ、これでいいか。顔引くね。最初カラスかと思ったら割と小さかった。なんかキツツキ見たと思いをしてる。もうすでに暖かいな。で、あそこで今プラさんがなんだっけ、何飲むって言ってたかな。なんか暖かいものを飲んでるはず。プラさんの TCX だっけ ?TCR だっけ。あ、ハルトさんたちも休憩してるのか。お、お疲れさんです。あ、私はだいぶもたついてたからやっと追いついた。ちょうどこれでもまあ一部の人は待たせずに済んだ。これ今 GoPro の2で録画してるんですけど、ね、今光ってますよね、チカチカですね。カメラ撮ってたんですね。あ、そうです。もう放送はもう下りはしないんで。
で、雨に濡れても大丈夫な方の GoPro2 で、ハウジングもしながら。じゃあ、先行ってますね。あ、そうだ、一枚写真を押さえとくか。映像があるから時間とかもわかるんだけど。やった。怖い、高所恐怖的に若干怖い。目の前にこんだけの道路を挟んでいても、うわー、ぐにゃぐにゃ。写真は撮っとこう。あれ、引っ込まねえ。ああ、そういえばライチョウ見られなかったな。そうそう見られるもんじゃないだろうけど。あ、もうここまで来たのか。冷泉小屋。標高は2250か。それでもまだ500しか下ってないな。うん。
ょっとゴーグル2はハウジング込みだと、あの裸マウント状態よりも結構重いからヘルメットが前に傾く。ちょっとあごひげについて、ヘルメットも少しカチカチ締めて、なんか後ろから来た。なんか吸ってる。あ、さっきピークと一緒だった人だ。って言ってるな。このディスクブレーキの設定はシビアすぎる。ちょっとでも歪むと擦れ始める。美しい。こっちもいいな。ああ、火が照らなくなった。
あったかい。おお、これはなかなか。で、そろそろ雨具はいらなくなったな。ちょっと一旦一段階脱ぎます。しかもこれ完全普通の格好でもいいけどな。グローブは指の手にして、ズボンのマグを脱いで、マイク移して、よし、これでもまだフリースと、あのウィンドブレーカー着てるんですけどね、ジャージ、半袖ジャージの上に。でもじっとしてるとまあ暑いな。日向にいたらもうさらに暑いな。お、追いつかれた。ハルトさんとカノコさんです。ハルタさんとカノコさんです。滑舌悪い。お、あ、すごい、カウボーイハットっていうのかな、テンガラハットっていうのかな。まあ確かに夏はある意味あるよな。思ったより寒くなくて本当に楽でよかったな。覚悟したんだけど、
なんか今あーって言ったな。おお、すげえ。おお、晴れてる晴れてる。毎回交通規制のあたりまで戻ってきました。よいしょ。お、さっきの黄色の人、あれ後ろは水なのかな。来てる来てる来てる。おお、あれ登ったのかな。すごいな、あんだけの折りたたみだとバスにも乗せられるだろうから下りだけって可能性はないのかな。あれ登れるか、あの格好で。また追いついた。よっ。ハルタさんはブレーキの手はどのぐらい疲れるもんですか。めちゃくちゃ疲れてます。むちゃくちゃ、やっぱり二人分のブレーキを一人でかけてるわけだからな。え？山伏時、ああ、あの時は、ね、地獄でしたね、あの時は。ネロさんと一緒走った時ですよね。雨の中ロードバイクの2人がマウンテンバイクの私だって、あのブレーキ、あれ、あの時はマウンテンバイクだよな。そうそう、きつかったのにロードバイクの2人は、寒さでかじかんでるところに、あの雨でどんどん効かなくなるブレーキを全力で握んなきゃいけないから、でそれができなきゃスピード出すぎて下手したら事故になるっていう。ん？まだゴールしないの？1800か、あと400か。もうじゃあだいぶ来たな。お
久しぶりに漕いだ。そしてうまく床がない。ああ、そうか、ここからマイカーが一応いることになるんだ。後ろから来ることは滅多にないだろうけど、いや、どっちもあんまりないか。まあ普通に気をつけてれば大丈夫かな。おお、こんにちは。この時間からか、すごいな。1700、1745、どっちが正しい？急に下ると結構ずれることもあるんだったかな、 GPS は。砂利が危ない。うん。
じゃあ早っ。あと200。でもこの辺りまで来てもそんな暑くはないな。っていうかさっきより気温下がってる気がする。曇ってるからか。あれ、これが確かなんだっけ、あ、キュそうそう、休暇村だ。マーツさんが泊まりたいって言ってたんだったか、泊まったことあるって言ってたんだったか。ライチョウか。ライチョウとあれは何だろう、高山植物かな。スズランに見える。あ、もう肩がつくのところまで来たか。おお、前の人と3分差もなかったか。よいしょ。ゼロいいよ。中央森林管理局。お疲れ様です。プラさんか。いいな、ガード君。もうほぼ着きましたね。
あれじゃあスタート地点に標高1400どころじゃなかったか。今の標高が下向けるようになってから1500オーバーある。あれ、これ行きの時には砂利道でしたっけ。登る時こう砂利道だったっけ。何焼いてんだこれ。ああ、じゃあスタートほぼ標高1500だったか。 100m 勘違いしてた。ということは今日の標高差は1200ぐらいだったんだ。それはものすごいことじゃないな。到着。あそこでアーツさんと館長さんかな、待ってる。よいしょ、お待たせしました。おー、蒸し暑い。じっとすると。じゃあ乗鞍の動画はこれで終了かな。終了します。ありがとうございました。お疲れ様です。自分もお疲れ様です。